あ皆さんあのー、全て万病にこの聞くものそれが何ですかするければやっぱりこのお米食べる人たちはあ玄米だと思います玄米でも、あのー、問題があるじゃないですかやはりこの何ですかこの玄米が消化不良になるとかそういう話があるんですけれど そのことはあの問題を私はちゃんと解決してますのでこの動画ちゃんと見て覚えてくださいねそしてこれからはあのこの玄米玄米の力でじゃ一旦ちょっと洗ったんです私がね洗ってあのこういう状態で玄米あの洗,洗ってる状態で置くんです そしてこの洗っ,てる洗ったんですけれどここであの僕私はじゃあ体が冷えている人がいるんです。体,体が冷えている人はこの生姜、生姜のものを千切りしてあの乾燥するんです。乾燥してあのその乾燥しているもの要するに腸内が冷えている人あの脂肪がたくさん溜まっている人、 生姜が一番いいんだって。それでそういうものを特化するためにいても、体を温めるためにいても、この私は皆さんに生姜の話、生姜と玄米の話、もう一回続けたいんです。これ、千切りしてるものただこういうふうに入れて、入れて、あの、あーこの胃炎菌がありますね。この胃炎菌は、 さらにこの何でかこの腸内まで1個キムチから取ってる EM 菌ですそしてこの中では何十つのこの何でか EM 菌108種1種のこの菌がこの中にありますであの納豆の菌とかそういうものをたくさん入ってるものですのでこれでやれば米も消化もあっちになります 玄米だけけ食べるるれば病気は改善すすことになりますだから問題は今病気があるんだとするければ添加物がいっぱいあるものをたくさん取り入れるから腸内も嫌がったりそういう添加物で蓄積されたりそういうことが起きますけれどたまに玄米こういうふうにして私は毎回食べるんですけど作って食べることによっても腸内が動くことが分かりますね そしてこの玄米、の EM の菌、あのこの場合は、ちらっとだけ入れるんです。これ3分の1も1ぐらい入れて、これであかけ混ぜて置けばいいんです。今は、あの今の季節は1かぐらい置けばいいんですね。そう,そうすることによって、今発酵始まります。発酵始まって、これが本当の発酵、8が玄米より、 はるか良いものになります。もうちょっと研究になりたい人は、あの、あの、こういうやり方で食べて、本当はこれ生で食べた方がいいんですね。全てのビタミン全、ビタミンとか、全てのミネラルとか、そういうものが吸収しやすいような仕組みを作っているものが、こういうものです。次は、格の人たちの、この、何ですか、この、あの薬、薬草。薬草で、その、例えば、感情が悪いんだ、例えば、毒が悪いんだとか。 そういう方たちは、この薬草を入れて、この発酵して、そのまま、この何しろ、ご飯を作って、ね、ご飯炊くとき、剣米を温しないでもいいんだよ。普通に炊けばいいの。これが大切なお話です。じゃあ、皆さん、これで皆さん、元気になることを願っております。まだ疑問点があれば、連絡くださいね。